皆さんこんにちは。緩和ケアチャンネル緩和院長大津修一です。今日はがんの患者さんの気持ちがどのような時に辛くなるのかということを皆さんにお伝えしたいと思います。一般に知られていますように、再発や転移が分かった時、病気が進行してこれ以上の治療が難しくなった時、このような時は当然お気持ちが辛いことだと思います。再発転移が分かった時とか、あるいはもう治療が難しくなってきた時に、まあ、どのようなお気持ちなのかというのは、さすがに医療者もこれは辛いだろうなということはよくわかっています。一方でよく私もご相談を受けるんですけれども、他にですね、見過ごされがちな辛い時というのがあります。一つはですね、診断される前後、治療が開始する前までですね、がんなんじゃないかというような不安、そして実際にがんと診断されてこの後どうなるんだろうとか、どんな治療が始まるんだろうと、そういった不安はよく認められるものです。もちろんその時によくですね、医療者とコミュニケーションを図っていただくことが大切です。ちゃんとした知識をですね、得ることによって不安が解消されるという側面もあると思うからです。そういった気持ちが辛い時から、より後ですね、気持ちが辛いという状況が生じる時期があります。一生懸命治療してですね、手術なりのような手術後ですね、退院して家へ帰って、そのような時期に意外に皆さん気持ちの辛さを訴えることがしばしばあるようです。それはどうしてかと言いますと、入院の時というのはむしろ忙しいぐらい、いろんな人がここから次へと病室にやってくると思うんですよね。入院されている患者さん同士の人間関係というのもあります。しかし退院するとまた元の生活に戻っていくわけですが、入院している時ほど医療者が密にコミュニケーションを取ってくるというような状況ではありませんから、気持ちの辛さなどを伝えるところがですね、話す機会というのがすごくこう減るというような側面があると思います。そしてまたもう一つあるんですね、検査の前ですよね、再発しているかどうかなど定期的な検査をこうしますけれども、検査を行う前、そして検査を行ってから結果を聞く前までですね、これが非常に不安が強くなって辛いという方いらっしゃいます。検査の結果が悪いんじゃないかとか、そのようにご心配になる気持ちというのがよくわかりますよね。そのような検査ですね、決まってからそれをこう行うまで、そして結果を聞くまで、この時期がご不安だという方がいらっしゃいます。大切なことは、治療は治療として必ず自らの心身を支える治療ですね、これは緩和ケアですけれども、それを並行して受けていくということが大切です。治療も大事ですけれども、心や体を痛めてしまってはいけないわけですね。治療と必ず心身を支えるようなアプローチを並行していくということが重要になります。もちろん緩和ケア以外にも患者会に参加したりですね、他にがん相談支援センターがあったりとか、民間のサービスがあったりとか、いろいろあります。そのようなものを上手に活用してですね、どうしても辛くなる時期ですね、必ず誰もあると思うんです。そのようなアップダウンがあるのが当たり前だと思いますので、ただその時にしっかり支えてくれる方、聞いてくれる人がいるのといないのとでは大きな違いがありますので、皆さんもこのような時期に辛くなるということを知っておくと、そういう時に支えを求めやすいと思いますし、どうしても最後に挙げたような退院した後しばらく経ってとか、あるいは検査前の時期というのは外来ですから、なかなか入院時のように周りの医療者が密に関わってくれるというようなことばかりとは限りません。そういう時は自らですね、支えてくれるようなところを見つけに行くと、そのような場所を確保していくということが重要になってくると思います。今日はがんの患者さんが辛くなる時期のうち、再発とか治療がなかなか難しいといったような、よく知られているものばっかりじゃなくて、違う時期にも気持ちの辛さを感じるというようなことがある、そのような時期にもしっかり助けを求めていく、支援を求めていくことが重要だというようなお話をしました。これからも皆さんのお役に立つ緩和ケアや医療の情報をお届けしていこうと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。